今日はね、三種の神器の、お話をしたいと思ってるんで、三種の神器がすごく、まあこの国にとってですね、象徴ですよね。三種の神器っていうのは天皇と同じように。でも皆さん周りで三種の神器ちゃんと理解してる人はいますか？ちょっと聞いてみてください。周りの人、三種の神器の意味知ってるって、答えられる人ほぼいないんですよ。つまり三種の神器の意味がわからないってことは、ね、この日本、象徴として、宝として祀られている三種の神器の意味もわからないし、日本に象徴としてある天皇の意味もわからないのが日本人なんですよ。三種の神器の意味もわかんなくて、天皇の意味もわかんなくて、カタカムナがわかるはずない。ですよね。よくよく冷静に考えてみると。これはちょっと偉いことじゃないのかなっていうふうに思うんですよ。三種の神器っていうのは、基本中の基本ですよね。で、カタカムナをやる上で、カタカムナを学ぶ上で、三種の神器というものが基本となってカタカムナというものがある。だけど、カタカムナをこう、勉強していく上で、三種の神器を正確に教えてくれる人いたかな。今日は三種の神器をですね、ちょっと朝まとめましたんで、それをしっかりまた、学んでいきたいと思います。これはすごく大事なところで、これが三種の神器の基本です。稲荷の言霊の法則の中に三種の神器の定義がしっかり載ってるんですね。だから、稲荷なんですよ。この稲荷から三種の神器というものも定義、出てますから、稲荷が一番正確にこの三種の神器というものを、まあ解説というか説明している。世間一般で言われている剣が鉄でできて鏡がどこに隠されて、なんかそういったのは、レプリカをああだこうだ言ってるだけで、本当の三種の神器の意味というのは、この稲荷の古典にしっかり伝わっています。で、この稲荷の古典によって三種の神器の定義というのもあるし、一気の密体というのがそれになっているし、古事記というのもこれに連動してますし、もちろんカタカムナというのもやっぱりここから来てるわけです。この一つ方なんですね、三種の神器の構造が。この本当の意味というのを理解しないと、カタカムナ解けるはずないんですよ、やっぱり。ここの三種の神器は曖昧だと。この三種の神器の定義はね、まあ一般的にこう思われてると思うんですよ、三種の神器。八田の鏡だからこれ鏡なのかなと思われてるんですよ。これが勾玉って思われてるんですよ。こう説明してる人結構多かったというか、こう思ってるんですよね、大概の人は。ただこれ違いますからね、明らかに。この稲荷の息の密体の三種の神器をしっかり理解すると、これが間違ってるってことに気づくんですよ。だからひょっとしたらですよ、楢崎光月さんもこの三種の神器ちょっと間違えてたのかもしれないぐらいに思ってます。これ勾玉じゃないから、ミスマルの玉っていう名前をつけた時点でこれ玉にしちゃってるわけですよ、楢崎光月さん。これ束に見えますけど、簡単に言うと真ん中が剣です。で、これ鏡。で、これが印の御霊になるんですよ。で、これを今日は説明していきます。この X のツイッターで言ってる人も一生懸命こうなんかカタカムナとか書いてあるけど、これが本当に重要だし、これを間違えてる時点でね、ちょっと僕はおかしいなってすごい思うんですよ。間が溜まってもなんかね、これもちょっとこうあれだし、八田の鏡という本当の本来の意味というのもちゃんとやっぱり学ばないと、八田の鏡っていうのはただの鏡って意味じゃないから、ここをですね、ちょっと今日はしっかりやりたいと思います。ここをね、しっかりカタカムナをやっぱりやっていく上で押さえていかないといけない部分なんだろうなっていうふうに思うんです。で、三種の神器読んでいきます。剣は剣の返しは地であり、地は剣の玉である。上に説明したように、三種の神器の中で宝剣は衆生の徳を表し、宝剣は衆生の徳を表し、象徴なんですよ、剣というのは。衆生の徳というものが本質で、宝剣というのはその働きによるレプリカというか、象徴の器具に過ぎない。で、ここをね、すごい稲荷の息の密体ですごい大事なのは、衆生と呼んでるんですよね、天皇とかじゃなくて。衆生と君臣と呼んでるんですよ。この宝剣は衆生の徳を表し、神経は妃の徳を表す。鏡というのは妃の徳を表すんです。剣というのは衆生の徳を表すんです。
まあ、男と女ですよね。で、こう妃の宮の鏡の水の中へ衆生の火の剣が流すゆえにこれを剣と呼ぶ。この妃の鏡の水の中に衆生の火の剣が入ることでこれを剣という。簡単ですよね。お父さんとお母さんですよね。お母さんの中にお父さんが入って子供が生まれるという、まあこれが三種の神器ですよね。要はこれが一つ方の根本になってくるんです。で、剣の解釈は、巣というのは連なること、るというのは助言で省略される部分、木は息にして、息、水火の息ですね、息にして、息、連なるという意味である。息が連なるという意味が剣という意味になるんですね。で、したがって剣は人を殺す道具ではなく息を連ねるものである。君臣の息が連ならないときは国は乱れる。うまくこう連なっていないときは国は乱れる。今乱れてますね。すんごい乱れてますね。混沌と。これは君臣の息がね、連なってないからなんですよ。これがけじめなんですよ。君臣の息というのは君と臣。昨日も三枝先生と話してましたけど、この民主主義ほど世の中を悪くするものはない。なぜかというと民主主義というのは多数決なんですよ。多数決っていうのは大半の人が選ぶ力を持つという構造になるんですけども、大半の人っていうのはピラミッド構造でいうと下に下層になりますよね。下層、本当は君っていうのは上に立ってるものなんですよ。上に立ってるものが下のものを引き連れるということが君臣の息が連なるということで、下のものがですね、上のものをこう決めるとか、なんかそういう力学というのは逆転してるわけですよ。つまり、従わないといけない人たちが上のものを動かそうとするのは、この君臣の域の構造が崩れてるということだ。これは国がね、収まるはずないんですよ。国を収めるっていうのは逆なんですね、本当は。だから今の政治家の人たちが国を収めるっていうことじゃなくて、しっかりとこの原理をもとに、昔はスメラミコトというね、この天地の域とつながって、しっかりとこの構造を熟知した天の木とつながったものが国というものを治めていた。それを衆生と呼んで、その象徴をですね、その徳の象徴を剣にしてた。いつからか天皇と呼ぶようになって、そこの力を保持させようとして、そこの血統をですね、天皇の一族として権力をそこに集中させるようにしたんですけども、本来はそういうことじゃないんですね。実はそれは二次的なもので、肉体だけの二次的なものの意味になってしまっているんですけど、本来は違うんですよ。スメロキって言って、天の木と人の器が神人合一した状態を衆生と呼ぶわけです。それをスメラミコトとこう呼ぶわけなんですよ。まあそういった根本の原理というのが分かんなくなって、三種の神器の意味も分かんなくなって。この三種の神器の構造が分かんなければ、国を秩序を作るという意味も分かんないわけなんですね。全ての意味が分かんなくなっている。そのような乱れた国を治め、君臣の息を連ねるために剣を用いて和平をもたらし、国家を安定させる。これを剣の徳という。しかし後世になって剣は単に殺戮に用いられ、国を乱す道具とされた。このような汚れた道具をどうして神器と尊ぶことができるのか。漢字でも武士の武は矛を止めると書かれ、君臣の息が連なることによって剣によって気が連なり、国が和平するために矛に剣の名をつける。剣は息が続くという意味である。息が続くことによって命にもなっているし、息が続くことによって子孫というものが繁栄するし、この息が続くということ、息が続くことによって文明も途絶えない。文明が滅んでもまた始まるという、すべてこの息が続くということですね。輪廻転生もこの息が続くということになります。で、文王がひとたび起こると天下が和平になるというように、上下の気が連なるのが天下の法則であり、衆生と皇宮は神器を用いてこれを表す。したがって男性の魂を表すときは剣を用い、女性の魂を表すときは鏡を用いる。すべてちぎりというも衆生の剣と皇宮の鏡と身とのまぐわいするに名をなす。剣の返し地と鏡の返しは木である。これを地器と言い、
理は補助的な言葉である。国家が安全に収まるのは上下の和平にある。その和平をもたらす根本は人々の契りである。契りの根本は剣の地と鏡の木、この2つの徳に収まる。今地の音は水中の火の玉であり、母の鏡の水中で父の剣の火が和らぎむつむ音であるため剣と呼ばれる。これは息をつるむ、本来の言葉はつるくむことである。ちぎりというのはこういうところにあるんですね。三種の神器を表しているんですね。ちぎりというのはこのちぎりのことを契約と呼んでますね。契約の箱の契約、契約というのはちぎりということなんです。剣と鏡を、結び合わせるということがちぎり、男女のちぎり、約束っていうのもこの剣と鏡をしっかり結ぶということが、まあ、約束、ちぎりの語源なんですね。すごいですね。三種の神器というものはこのちぎりというあの言葉の語源にもなっているし、この剣と鏡というのは器具のことじゃない、主上の徳と皇宮の妃の宮の徳、これが剣の火と鏡の水に表されている。これがつまり増加三種になってくるわけです。剣というものが高み結び、鏡というものが神結び、そしてこれが結ばれることによって雨の皆かぬし、これが剣が父であり鏡が母であり、この雨の皆かぬしというのは、まあ、父母でいうとこの子になるんですね。この2つが足されてできるもので、これが剣が火であり鏡が月である、火と月ですよね。でこの印の御霊は星であり北星とも呼ばれる。この般若寺にもありますけども、火と月と星のあのマークっていうのはもうこれを三種の神器を表しているわけです。増加三神も表しているわけです。でこの構造に、カタカムナ、図書風太比というものと言霊というものが組み合わされて、このアークというものが生まれるという、この構造に全部当てはまるわけです。綺麗に。でサルタヒコであり雨の渦目であり浮かぬ御霊であり、宝剣であり神経であり、これは印の御霊であり、火であり水であり星神潮生きにもなる。もうこれシンプルにこれなんです。ただ奈良崎光月さんはこれは八田の鏡と定義して、これを太間と定義して、これがちょっとね、この三種の神器の定義からちょっと外れちゃってるんですよね。太間という、まあ、確かにこれ太間、確かに八田の鏡、ミスマルの玉ですね。ミスマルの玉なんですこれ。になるっちゃなるんだけど、そうやって言うと三種の神器の構造からちょっとこう分かんなくなっちゃってね、戸惑うんですよ。特にこの八田の鏡が、八田の鏡って言われると鏡にしちゃうんですよ。こうやって八田の鏡を鏡にしちゃうから、必然的にこれが玉になって勾玉になっちゃいますよね。そうすると三種の神器の構造がちょっとおかしくなりますよね。太間にの剣と鏡を、これを足すとこれになる、玉になるってなっちゃうんですよ。これ大きな勘違いなんですよね。実はこの八田の鏡っていうのはここにありますけども、ここがまた重要なんです。八田の鏡っていうのは元語は、本当の元の子ことの葉は、八田の鏡は伊波と開き、伊波と開く鏡という、伊波と開きの鏡が八田の鏡になってるわけですよ。これどういう意味かというと、伊波の返しが矢になって、と平の返しが谷になる。岩と開きって読みますけども、岩、この伊波と書いて岩、これを返すっていうのは、伊波を返すですね、やいゆえよのや行の意なんですよ。で、波っていうのは、波ひふへほ、波行の中で一番最初ですね、波っていうのは。そうすると、一番頭の文字の一行目に返すんですよ。頭の文字とケツの文字があって、ケツの文字の何番目かっていうのが、頭の文字の何番目にこう連動するわけです。そうすると、イハっていうのを一文字に返す。一文字にすることを返すって言うんだけど、そうすると、ハ行のハヒフヘホのハの一番上だから、ヤイウエヨのヤの一番上になって、イハというものを返すとヤになるんですよ。で、トヒラ、トビラっていうのを返すと、これはタチツテト、タチツテトの5番目ですけども、ラっていうのは一番目になりますね。一番目、ラリルレロのラは一番目だから、タ行の一番目だとタになる。だから返しが他になる。イハを返すと、岩を返すと矢になって、扉を返すと他になる。だからこれ矢他になるんですよ。岩と開きが矢他になるんですよ。このイハと平、岩と扉というのが
やたという言葉になるんですよ。返されて。で、やたの鏡なんで、アマテラス、大御神、雨の岩戸を開かせし、開かせたもうし、時のことにて。神霊鏡のごとく、照り輝きたもうことを表して、やたの鏡という。つまりこれはただの鏡じゃないということなんです。この岩戸開きというのは、剣と鏡が交わって一つになることで、ふわーっと岩戸が開くんですよ。このちぎりを結ぶことによって岩戸が開くんですよ。その時に神霊、鏡のごとくに照り輝きたもう。剣と鏡を組み合わせて、ふわーって岩戸が開いて照り輝いてきてるのを、やたの鏡って言うんですよ。だから、やたの鏡はただの鏡じゃない。剣と鏡を足すから、やたの鏡のこの輝きたもう、やたの鏡になる。ピカーッと引き換って、岩戸開きのことなんですよ。やたの鏡って。だから、これを鏡にしちゃうのはおかしくなっちゃう。だから、これがフットマニっていうのが、これ剣になって、この丸が鏡になってですね。この鏡の中に、剣を入れることによって岩戸がピカーンと開いて、生まれる、これが玉なんですよ、神宝。だから八田の鏡とも言うんだけど、この勾玉という風な概念が、これ印の御霊って言うんですけど、印の御霊であるんですよ。これ八田の鏡っていうのは岩戸が開いた瞬間にパーンと輝いた時だから間違いじゃないんですよ。そしてこれでできるのが印の御霊、印の御霊ですね。ここになるわけです。雨の御中主になるわけです。だから、八田の鏡を鏡って思っちゃうと、まあ、大きな間違い。そして、これ、そうすると、ここが必然的に、こう、なんか、勾玉になっちゃうんですけど、これは勾玉じゃないんです。鏡なんです。ここがすごい重要で、ややこしいとこなんだけど、八田の鏡ってのは何なのかとか、剣は何なのか、鏡が何なのかをちゃんとわからないと、ここがごちゃ混ぜになって整理できなくなるんで、中心図書がおかしくなってしまう。原因になる。だから今こういうふうに言われちゃうわけなんですよ。八田の鏡っていうのは、印の御霊、岩戸開きのことです。浮かの御霊、子供、雨の御中主のことです。剣と鏡が一つになることで、雨の御中主になるっていう、この印の御霊になるという構造なんですね。まあこれは三種の神器、稲荷の古殿にある三種の神器がちゃんとこう綺麗に当てはまって、定義づけられるものなんですね。だから今後ですね、僕はね、これをね、剣って呼んだ方がいいと思うんですよ。でこれを鏡って呼んだ方がいいんですよ。本当は剣と鏡ですね。でこれを印の御霊って呼んだ方がいいんですよ。印の御霊であり、これは太まにの御霊でもある。この印の、あの言霊のところにもありますけども、この印もまた神器である。印、印すと働き、昇る水の玉であるから、水明かり、水の明るい場所に住んで形を表し、ぼんやりとした状態に現れる。したがって形を表してその体を明らかにすることを印という。初めて形が現れるということですね。剣と鏡が合うことで形が、だから精子と卵子ですよね。精子と卵子がくっついて子供の体の形が現れますよっていうことを、この印っていうんですよ。で三種の神器のその中に、三種の神器の中において印の御霊というのは明らかに国の印であり、印の御霊という。宝剣は衆生の御霊、神教は皇宮の御霊、印の御霊は大使の御霊である。大使の御霊なんです。まあ子供のですね、大使の御霊ですね。で衆生と皇宮が息を結びたまいて、その息の御印を御印といい、御霊と唱え奉る。すべて徳佐の神田からですにある中で、御霊と称するものは4つあり、これを真偽白白川公の伝えによれば、で1つ目は印の御霊、2つ目は羽化の御霊、3つ目は幾玉、4つ目は太間にの御霊である。これらの御霊は皆息を知る神宝である。それゆえに印とは形が明らかに現れ明確に定まることを言う。これは形のない息が凝り固まり、水が明るく形を表して昇る音のために印と呼ばれる。つまりこの八田の鏡と呼ばれている、これは太間にの御霊にもなる。太間にの御霊と呼んでもいい。まあ稲荷の古典ではこれは太間にの御霊って呼んでますね。あの構造的には太間にの御霊なんですよ。
まあ、印の御霊でもあるんですけども、印の御霊、羽化の御霊とも呼ぶんですよ。で、行く玉とも呼ぶし、太場にの御霊とも呼んでいるんですね、これ。八田の鏡とは呼んでないんですよ、この印のこと。だから、八田の鏡って、外れではないんですよ。岩と開きした瞬間に照り輝きたもんは八田の鏡なんで。まあでもね、わかりやすく言うと、この鏡に剣が入った瞬間にピカーンと岩と開いて光る鏡のことを八田の鏡って言いますね。そして生まれたものは、これ八田の鏡じゃないんですよ。生まれたのは、羽化の御霊とか、太まにの御霊、印の御霊、行く玉って呼んだ方がいいですね、これは。定義的には。だから、剣、鏡、印の御霊が一番わかりやすい。これが本来の中心図書。つまり三種の神器の定義ですね。ここがあやふやになっている時点で、戦うのがおかしくなっている。もう根本の造化三神のこの原理が、わけが分かんなくなっちゃって当てはめてるだけになっているので、こういうのは正していかないといけないですね。ということで、今日はね、すごい大事なこの三種の神器、ここの過ちを、でもシンプルですよね。お父さんとお母さん足して子供が生まれるなんですよ。要はそれなんですよ。もう万物の創造の原理は、まあ、それをね、ちょっとこうしっかり整理整頓しないと、三種の神器っていうのを整理整頓して、カタカムラの中心図書も整理して、この意味を連動させていかないと、この日本のですね、本当の、まあ、三種の神器という意味がですね、分かんなくなっていってしまうので、とても大事なところだと思います。涙の色はエメラルドブルー、宝石みたいに光ってる、流れ星を見上げていたあの夜も。
ここだよ。